ございます。今日もちょっと遅くなってしまったんですけど、朝ごはん今作りました。今日はチョリソーしかなかったので、チョリソーと目玉焼き、あとご飯がこれしか残ってなかったので仕方ないのでこれだけです。で、あとはコーヒー牛乳作りました。それでちょっとね、食べる前に紹介したいんですけど、まあ、紹介っていうかそんな大げさなものじゃないんですけど、昨日の夜ね、なんかこう思い立って急にこんな丸いカゴを作りました。なんかね、こういう円柱のペン立てみたいなあの入れ物が欲しかったんですよ。あの洗面所にいろいろこういったいろんなチューブとかこういった細いものをこうやって置いてあったんだけど、私の洗面所すごい狭くてね、でこうやって物をこう置いてるとパッとちょっと触っただけで落としてしまったりとか、なんかね、もうすごい、ね、煩雑になってしまうので、ちょっとねそれ落ちないようにまとめたいなって思って、 それでこんなものを作ってみました。まあちょっとね、試作っていう意味もあったのでいろいろ不備はあるんだけど、なんかまずこの底の部分がね、こんなねあのなんていうの、間が空いてしまった。だからそこの部分はもっと太いあのテープでやらないといけないなっていうのはちょっと課題がありました。で、だけど例えばこういうナフキン、紙ナフキンをこう入れたりとかでもいいかな。そういう場合はね、別に下がこう空いてても大丈夫。あとはね、一つこういうものだったら下がこう好き好きでもいいんだけど、あとはあの思ったのはちょっとね、あの処分しようと思ったんでこんなペコペコなんだけど、缶ビールとかこういったあのアルコール類をこう外で飲むときに、なんかこう見えちゃうと抵抗あるなっていうとき、多分お酒の飲む人、あの外で飲む人の外で飲むのが好きな人はそういうのってあると思うんだけど、こういうのをね、こうよくあるじゃないですか、あのビールを入れておく、なんかこうウレタンできたようなもの、あれだったらね、こう保冷効果があると思うんだけど、まあこれはねないんだけど、だけどこれは濡れても大丈夫で、しかも下が空いてるので水滴とかもたまらない、ここからポタポタ落ちてくれる、ちょっとザルのような効果もあるのかなって。で作ってみたらこんな感じでぴったりはまりました。こういうのもいいかなって思います。そうで、私の本来の目的であったこういった細かいチューブとかこう立てておくにはちょっと不安定なものを入れてみたらね、なんとぴったりでした。はい、こんな感じで収まることができました。ちょっとね、これで昨日の夜から洗面所に置いてみたんだけど、まあまあ良かったです。ただちょっとね、今日もねまたね試作を作ってみようと思うんだけど、やっぱり下がこう開かない、スカスカしていないもので、もうちょっとね太いテープでを使ってそこを作る。あとはね、やっぱり配色だよね。私全然ね、なんかこう配色とかこう縦の色とか横の色とかそう考えずに適当にやったんで、こんなちょっとモザイクはモザイクで可愛いんだけどね、モザイクっぽくなったんだけど、もうちょっとね色を統一してあの作ってみてもいいかなって思いました。あとはテープのこの太さをね、いろいろ太いのと細いのを混ぜたりとかっていうのもね、ちょっと今日やってみようかなって思っていますなんでちょっとどうでもいいお知らせでした。なのでこれからね、ちょっと朝ごはん、うーん、まあ兼お昼になるかなを食べようと思います。なんかね、仕事行かなくなってからめちゃくちゃ食欲あるんだよね。なんでかな、やっぱりこう気持ちの問題だと思うんだけど、仕事していた時ってなんだね、あんまりこう食欲がなくてお腹空いてるんだけど、なんか食べたいものがこう浮かばないですよ。だけど仕事行かなくなったら食べたいものは特にないんだけど、何でも美味しく感じちゃって、もうそれこそご飯と味噌汁だけでも全然もうめちゃくちゃ美味しい、幸せを感じるっていう
本当にそんな感じなんですよ。だからね、仕事をしている時って食費がめちゃくちゃかかったんだよね。まずお昼はね、必ず会社で食べなきゃいけない、食べなきゃいけないって別に食べなきゃいいんだけどでもね、午後の仕事のこととかを考えれば食べなきゃいけないじゃないですか。だから必ず何か買うなり、いや持っていくのもなかなか続かなかったんで買って食べてましたね。で、あとはね、夜はもうヘトヘトになって帰ってきて、こう肉とか脂っこいものとかめちゃくちゃ食べたくなるんですよ。もう本当にそこで栄養バランス崩れてっていう、そういう食生活でしたね。その割に太らないんだよね。 Something is wrong。 朝は朝でね、朝起きてすぐになんかご飯全然食べる気しないから、食欲がないから、会社に行ってからなんかコンビニでサンドイッチとかなんか買ってね、会社行ってから食べたりとかねしてたんだけど、そんな感じであんまり健康的じゃなかったね。仕事していた時は何かを買って食べる、その時に食べたいものを食べる、食べたいものがないんだけど、なんとなくこう脂っこいものとかこってりしたもの、あと肉に偏ってた。なんかなんだろうな、ストレスと疲れってやっぱりそういうもの欲しがるのかなって思うんだよね。だけど仕事から離れたら本当に味噌汁とご飯だけでもう幸せっていうそんな感じです。はい、では今日は金曜日なので皆さん良い週末をお過ごしください。ではさようなら。そうまた忘れるところだったんですけど、皆さんにダメ元で伺っています。ぜひね、皆さんの趣味部屋を見せてください。この YouTube でね、紹介してもいいよっていう方いらっしゃいましたら、コメント欄とか Instagram とかコメントください。顔出し NG だよって言う方も全然 OK なのでご連絡ください。でね、趣味って言ったら何の趣味って思うかもしれないんだけど、何でもいいんですよ。私は編み物とかをハンドメイドをやってるんだけど、そういうんじゃなくても全然プラモデルとか何でもいいので、とにかく自分が趣味としてやっているものをやる場所、部屋じゃなくてもいいんです。その机とか、その趣味で何かをやっている作業のこう周辺をこう紹介できたらいいかなって思います。ぜひね、何でもいいのでコメントください。はい、ではさようなら。